バトナヨークトル氷河はアイスランドで最大の氷河である。島の南東に位置し、国土の8%を覆っている。8 1 0 0トルの広さがあり、体積ではヨーロッパ最大、面積では2番目に大きい氷河である。平均の厚さは4 0 0ルで、最大の厚さは1 0 0 0ルに及ぶ。バトナヨークトルの南の端スカフタフェットル国立公園付近には、 アイスランドの最高峰エライバヨークトルがある。この氷河は氷棒に分類されている。この氷河の下にはアイスランドの多くの氷河の下とと同様にいくつかの火山がある。例えばグリームスボトンのような火山湖は1996年の代氷河洪水の原因となった。これらこの下の火山は2004年11月にも短期間ではあるが相当な規模の噴火を引き起こした。 この氷河はここ数年間で徐々に縮小している。おそらく気候変動と最近の火山活動が原因と考えられる。2011年5月21日にグリムスボトンが再び噴火。ヨーロッパ、スカンディナビア近辺の航空便等への影響が懸念された。ありがとうございます。